作り始めて完成したものを大勢の先生方が喜んでくれるの、それ見てやればいかんと、これやらんといかんとずっとやり続けています。王朝が崩壊して、で戦争があったり、道具もなくなってしまって、その技術も途絶えてしまっているので、そこから、復興を師匠たちがして、また今以上にもっといいものができるように、努力して頑張っていきたいなと思ってます。